はい、それでは続いての次戦解説は朝倉浩伸選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では朝倉選手もまずなぜこの曲をピックアップしたのか、その理由を教えてください。はい、まあオーラスでちょっと難しいくっつきの選択というか、テンパイイーシャンテの時の選択は難しかったので、まあ、その時何を考えたかっていうのを、まあ、合ってるかどうかの確認も含めて、まあ、検討したいなという感じです。はい、はい、さあそれでは早速見ていきましょう。では朝倉選手の選んだ曲は11月15日の金曜日の第2試合、なんの4曲ですね。ドラが初です。さあこの時点で朝倉選手は 31,500 点ということで、初めてのトップが見えるかどうかという、はい、そういった場面でした。ちょっと一気に飛びますね。はい、今回はですね、はい、トンチャに渋谷ベマズの大井高春選手、ナンチャは EX 風林火山の滝沢和則選手、シャーチャは U-NEXT パイレーツ朝倉浩伸選手、そしてペイチャにチームライデンの瀬戸熊直樹選手です。朝倉選手の条件としてはトップまでの6400点差を詰めればいいと。はい、はい、さあそして止めてもらったのはここですね。7巡目まで進みましてドラの初を持ってきたところ、じゃあ朝倉選手この時点での思考をまずは教えてください。はい、まず大井さんをまくるためには、この手を積もればほぼ OK と。で出上がりはちょっと5200になっちゃうんですけど、うん、まあ、それもまあしょうがなしかなっていう感じで裏期待、もしくはイーペイコーとかの役をつけてっていう感じで、まあ基本的には積もれる街にしたいなっていうイメージで打ってます。でまあこのドラを使えれば一応あの条件なしというか、まあ上がったらトップになるんですが、さすがにちょっと受け入れが違いすぎるのと、あと上茶の滝沢さんですね、まあもう露骨に変則定、もうチートイズか国士か、まあ、あるいは他のもっとすごい手役というか、そういうのを狙ってる感じの川で、まあ、そこが1枚初持ってることも多分多いと思うので、そんなにまあ泣かれないかなっていうイメージもあって切ってます。なるほど。では実際はドラの初をもう切っているんですね。はい、まあ、これを切ったら、はい、なんと、はい、何でしょうか。その前順ローワン切ったところの解説はいらないんですか。そうだよね、戻しましょうか。結構知りたいっていう人いそうな、ごめんなさい。まあここの手かっこ同じだから、はい、この画面で言ってよいかな。はい、では今あの質問が水原選手から出たので確認していきたいと思います。前順孤立牌のローマンを選択していると、3色も見えるような手格好ですので、ローマン残す方も多いかなと思うんですけれども、なぜこのくっつきの牌ウーパーソー、そしてウーピンを選んだのですか。まあ、滝沢さんがその順目の時点ではまだマンズを1枚も切ってなかったんですね。まあ、それがあの理由なんですけど、くっつきもし、まあ、滝沢さんがマンズの本一鎮一だった場合に、まあ、くっつきが非常に弱いで、3色になる時ってやっぱりウーワンとチーワンって限定されてる受け入れなので、別にそこまで3色にならないって考えると、うん、まあ、ウーピンのくっつきのイーペイコーとかソーズの4連携を生かしたツモの方が可能性が高いかなっていうイメージですね。はい、まあ、これもあの場に対応する朝倉選手らしいローマン切りと言えるのかもしれないですね。アンケート取りますか。アンケート取っていきます。まずは朝倉選手と同じくローマンを切りそうだなという方、手を挙げてください。お、小林船長と水原選手はまだ迷ってるかな。では石橋選手は何切りそうですか。僕はあのウーピンを切りそうだなと思いつつ、ロマの方がいいですね。あ、なるほど。改めて見返してみてロマの方が良さそうだった。そうですね、あの何を切りますかって言われるとローマのウーピンを切っちゃうんじゃないかなと。今あのこうやって冷静に見てるとローマン切りが良さそうに見えますね。はい、はい、さあそれでは、まあ、アンケートではパイレーツの皆さんはローマンが多かったということで、この後の進行も見ていきましょう。先ほどのお話戻りまして、ドラの初をつもぎったところ、なんと3着目の瀬戸熊選手からポンが入って、これでイーシャンテンになっていると。うん、ここで万願の上がりは朝倉選手着順ダウンの可能性があるんですね。はい、うん、ただそれは大井選手にも同じことが言えると。そうですね、まあ、うん、大井さんも瀬戸熊さんに漫画を打つと大変なことになる、3着まで落ちちゃうんで、まあ、ほとんど押せないっていう状況なんですけど、まあ、瀬戸熊さんに漫画を打つもらえると僕も
3着にダウンしちゃう、まあ、補充はもちろんっていう状況ですね、はい、でもう一回同案が戻ってきた、ここが一番の選択のポイントだったんですが、なるほど、今度は場に2枚切られている自身で切っているローマン、この時ではもう一度選択になった理由も教えてください。滝沢さんがマンズの本一鎮一ではなくなったんですね、おそらくその直前にローワンとウーワンを切っているんですけど、まあ、これでおそらく国士かチートイツか、まあ、スワンコとかチャンタとかそういう系の手で、マンズの染めではないだろうとなったので、ローワンのくっつきの価値っていうのがちょっと上がりました。で瀬戸熊さんが初を仕掛けてダチーピン、ウーピンのくっつきはちょっと弱くなったことと、あと瀬戸熊さんに泣かれない牌を選びたくなったっていうのがだいぶ状況が変わったところですね、うんうん、それを踏まえて朝倉選手が選んだ牌は何でしたか。まあ、結構考えてローアンを切ったんですよ、はい、ではここで再びアンケートを取っていきたいと思います。この引き戻したローマン今度は採用しようかなという方、せーの出てあげてください。せーの、おっとこれは石橋選手だけ、うん、まあ、石橋選手先ほどもローマンに未練がありましたからね。そうですね、はい、マージャンは3色なんで初めて聞きましたはい、ということで、まあ、朝倉選手は先ほどのような思考でローマンをつもぎったと。ただここもしかして分岐点だったかなとご自身で考えてたということですね。そうですね、まあ、この時にその考えてたことっていうのが、滝沢さんはまああのマンズを後から切ってきたんですね。そのただ道中その国士にしても、まあ、何かを狙うにしてもマンズが最後に選ばれたっていうことはまだマンズを持ってる可能性はあると思うんですよ、まあ、実際この場合、パー1とか、まあ、チー1とかそのあたりっていうのが、まあ、統一で残ってるとかちょっと迷彩っぽく打った場合に、まあ、最後に選ばれた色っていうのは持ってることがたまにあるんですね、うん、っていうので、まあ、マンズのくっつき、ローアンのくっつきが果たしていいのかと。あと、瀬戸熊さんに泣かれた時に急所になりやすいとほうっていうのがどっちかなと考えた時に、うん、まあ、サブローアンを泣かれるのかリャンウーピンウッパーピンを泣かれるのかって考えた時に、ちょっとやっぱりウーピンの、まあ、自分で3枚持ってるっていうのが気になったことと、うん、そうですね、まあ、くっつきの優秀さとその泣かれやすさのバランスで考えたんですが、うん、難しいですね今見てもちょっと僕もあんまり自信はないです。はい、さあ今見ても難しいという、まあ、この曲の続きを見ていきたいと思います。ローマンをつもぎりました朝倉選手、ただ手が止まっているということでやはり悩んでますね、うん、盤面もしっかりと、まあ、この時にそうですね、考えていることはひたすらもうどっちがくっつき優秀かとどっちが泣かれるか急所になるかっていうことしか考えてないですね、ほとんど、まあ、パーソーっていう選択肢はほとんど考えてなかったので、ウーピンとローワンの比較ですね。こう考えてる時の視線の動き方が朝倉選手らしいですよね、うん、チーピンがその関連どのぐらい関連してるかっていうのも分からないんですよ、瀬田熊さんの捨て牌がおとなしすぎて、うん、まあ、自牌から順番に出てきて自牌ピン、まあ、自牌になってチー1チーピンで出てきただけなので、チーピン、まあ、価値の高いチュンチャン牌が普通の順番に出てきただけで、チーピンが関連してるかどうかすら怪しいんですね、うん、なのでその、まあ、例えばこれで初ポンでチーピンが出てきたかって言ってローピンの統一とかっていうのが、まあ、そんなに多くはないと思うんですよね、っていうのも含めてウーピンのくっつきが別に悪くはないのかなとか、はい、はい、すごいこの一巡だけで今日喋った分の20倍ぐらい喋ってもらいましたねそんな喋ってないです、はい、ではこの後進行見ていきましょう。この後分岐点になる部分はありましたか。ないです。ここでおしまいなんだ。もうここでおしまいですね。ここが難しかったよという、はい、お話なんですね。小林選手はこの時どういった思考でどういった牌を選んでるんですか。うん、難しいですね。まあ本当それだ、言った通りで泣かれるかどうかとくっつくかどうかだけで、結論としてはよくわからない今日なんかよくわからないよ、はい、でもねやっぱりみんなが難しい配置を持ってくるんで、うん、ちょっと答えが出づらい盤面が多いですよね、うん、まあ、ただ一つ伝えたいことがありまして、うん、何でしょう。ちょっと今動画を進めてるんですが、一周ぐらいすれば、いや、大井選手にとっても難しい選択だったみたいですね、うん、めちゃくちゃいい手だったんですけどね、はい、3色も見える、麻雀は3色ですからね。これですねやっぱりまあ変則手なんですけど、最後に出てきた色の周辺の牌、
まあ、本来国士だとかそういうのを目指してると思うんですけども、国士と関係ない範囲にもかかわらず、その最後に切ってる道安ウーバンっていう、まあ、マンズの色のチュンチャンパイっていうのは手に残ってるんですね。まあ、そういうちょっと国士だとか、まあ、チートイスだとかで、本一のブラフをする場合っていうのは、やっぱりそのそれが本一じゃなかったって分かった後も、その周辺牌っていうのを少し持ってる可能性があるというのを、まあ、読みに入れて打牌を判断した方がいいのかなっていうところをちょっとお伝えしたかったと、うん、なるほど。見た目以上にこの引き戻したローマンくっつきとして強くないポイントは、そのように考えられるからだよということですね。そうですね、まあ、本一じゃなくなったから、じゃあめっちゃ絶好のくっつきだって手放しに考えていいのかっていうところですね、はい、いや、これは朝倉選手らしい深い思考が聞くことができましたね。はい、さあ、ではこの曲の結果もちょっと追っていきましょうか。結果を追います、うん、早送りでも大丈夫なんですけども、悲しい結果が待っているんです。はい、この後は、あ、出ました、すごい、ちょうど出ました。なんで放置しちゃうんだよドラポンに。そうですよね、朝倉選手が、まあ、サブロピネ天杯が入ってリーチをかけたと、そうすると、まあ、瀬戸熊選手がウーパーピンで追いつきまして、はい、出上がりになり、朝倉選手は涙の3着になってしまいました。うん、サブロピンもね、山に行ったんですけどね。そうですね、結構いい街のめくり合いだったんですが、僕は条件なしの出上がりトップっていうめくり合いはなかったので、まあまあ、ちょっとそんなに上がってもトップ取れないなと思いながらめくり合ってました。なるほど、はい、積もった時だけなんでね、はい、松本裏ですね、うん、さあ、このような悲しい結末に終わってしまいましたけれども、なぜ朝倉選手がこの曲を選んだのか、そして皆さんに改めてお伝えしたいことを最後に一つまとめていただいてもよろしいですか。はい、そうですね、まあ、タース選択の時はとにかく、そうですね、下茶に泣かれたくない時は、まあ、急所にならないような泣かれたくない牌と泣かれやすさと、まあ、あのくっつきの強さっていうのを、まあ、かなり重視して考える必要があると、まあ、あと、まあ、国士のような、捨て牌の時に最後に出てきた色っていうのは、まあ、まだ持っている可能性がちょっとあるよということが、まあ、この曲の大事なところかなと思います。はい、分かりました、ありがとうございました。このオーラスでの難しい選択、小林船長もちょっとよく分かんないですというお話が聞けたんですけれども、気になった方は今一度この放送を見返して、この話をもう一度見返して、自分ならではの答えを見つけ出してくれたらと思います。朝倉選手、ありがとうございました。ありがとうございました。